カプコンドラゴンズドグマ2ディレクターの逸野秀明です。今日はよろしくお願いします。ドラゴンズドグマ2はですね、11年前に出た、ドラゴンズドグマ1作目からの、ナンバリングで言うと2作目ですね。間にいくつかゲーム挟まってるんですが、ナンバリングとしては2作目のゲームとなります。オープンワールドの中で、アクションをめちゃくちゃやるぜっていう、つもりで、オープンワールドアクションというふうにジャンル名を銘打って出したゲームになります。アクションロールプレイングでありオープンワールドでありで、カプコンだからというのもありますし、我々のそのデビルメイクライチーム中心で作られた、アクション部分というのもすごく力を入れて作っています。で、何より特徴的なのは一人用のオンラインパーティーアクションゲームだというところでですね、一人でプレイするんだけども多人数でプレイしているような楽しさが味わえる。具体的には自分の主人公のプレイヤーと、ポーンと言われる、従者、お供に来るような、キャラクターですね。これを、自分でクリエイトしまして、そのキャラクターとあとネットワーク上の、誰かが作ったそのポーンですね、そのポーンを2体借りてきて4人パーティーで、AI のポーン3人と自分で、パーティーする RPG になっています。もともとロールプレイングゲーム大好きです。大好きなんだけど、コマンド式の戦闘がめんどくさいなとか、経験値稼ぎがめんどくさいなとかで、当時昔思っててですね、その時にストリートファイター2がめちゃくちゃブームででしてね、これアクション部分だけストリートファイター2ならへんかなって思ってたりとかって、そういう気持ちが学生時代にあって、自分でゲーム作っていいよっていうタイミングが来たので、その2つ実現したいなというところが1つと。で、このゲームを、考え始めた頃っていうのがちょっと2001年とか2年とかでして、オンラインの、ゲームが出始めた頃で、オンラインのゲームに対する憧れがめちゃくちゃあって、で自分も触れる機会があって、夢の世界やと思ってたんですけど、意外とめんどくせえなっていう、時間も場所も選ばないはずなのに、結局友達同士で何時スタートって集まんなきゃダメだったりとか、トイレ行くのもはばかられたりだとか、そういういろいろがあって、オンラインゲームで遊びたいんだけども、そういうめんどくさい思いとか気を使ったりとかしたくないな、でそれをなんとかうまくする方ないかなっていうアイデアを出してる時期とがありまして、その2つの友達と遊んでるような気分で遊べるという仕組みと、 RPG のアクション部分がバリバリのアクションゲーム並みに面白い、この2つが誇りに思えるところです。もともとドラゴンズドグマ1作る時からそうなんですけど、狭い範囲でもいいからちゃんと NPC を作り込みたいというのがありまして、今回とてつもない人数になってしまいましたけども、とにかくその世界でこのキャラクターがちゃんと目的を持って行動して、判断基準があって独自の判断をして、その結果、この NPC がやった行動に対してちゃんとリアクションがある世界にしようというシステム考えて作り込んでいってますね。前作ではプレイヤーと NPC の交換とだけだったんですけど、今回は NPC 同士の好感度であったり、NPC 同士の関係性であったりとか、例えば NPC がプレイヤーに対して好意がある、同じように好意がある NPC がいたら、この2人って同じ人に好意があるからって仲良くなる世界はあんまないじゃないですか。仲良くなったキャラクターはうちに遊びに来たりするんですけども、うちに来た時にそのキャラクター同士が鉢合わせしたりすると喧嘩になるかもしれませんね。で、僕らとしてはやめて、僕のために喧嘩しないでって言いたいだけのために作ったシステムなんで、そんな風にならないように皆さん気をつけてプレイしていただければ
いいのかなと思っています。プレイヤーのねやりたいことやったことに対してちゃんと納得にいくリアクションが来るような世界を頑張って作りましたので、この世界で本気でごっこ遊びをしたい人、ファンタジー世界異世界転生シミュレーターやりたい人、あと、当然アクションが得意な人苦手な人両方に生きる道があるような世界を作ったんですけども、もちろんアクションゲームを求めてる人に対しては奥深いアクションは用意していますので、俺は腕っぷしだけで勝負すんだぜっていう人ももちろんお待ちしております。であとよくわかんないけど面白そうって聞いたからやってみますっていう人、多分ですけど僕今回ポーンめちゃくちゃ、チーム全員そこにお金時間かけて作ってるので、横にいる友達がこのゲームやったことある友達がいいアドバイスをしてくれるようにポーンを作っています。友達の作ったポーンがいろいろ教えてくれると思うんですよ。そいつが先に攻略してる知識はポーンがちゃんと教えてくれるので、ポーンをちゃんと当てにしてもらえれば、実はそんなに覚悟なくても遊べるかもと思っています。よろしくお願いします。